シャフツベリーアベニュー1949年当時のピカデリーサーカスから見たシャフツベリーアベニューシャフツベリーアベニューはロンドンのウェストミンスター区にある通りの名称である名称は事前活動家第7代シャフツベリー博に由来しピカデリーサーカスからニューオックスフォードストリートへと北東方向に伸びているこの通りとチャリングクロスロードの交差点はケンブリッジサーカスと呼ばれている シャフツベリーアベニューは、ロンドン市内の地上交通改善のため、1877年に建設が開始され、1886年に完成した。ピカデリーサーカスからチャリングクロスロード間の通り北側は、リリック、アポロ、ギルグード、クイーンズといった劇場が軒を連ねており、この通りはウエストエンド地区の劇場街の中心地であると、一般的に認知されている。 また、チャリングクロスロードとの交差点には大規模な劇場であるパレスシアターがあり、さらに北東、ニュー、オックスフォードストリート手前には、シャフツベリーシアターがある。かつては、サビルシアターも、シャフツベリーアベニュー沿いにあったが、現在では、オデオンコベントガーデンという映画館になっている。ありがとうございます。